皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball の情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで何やら SNS 上でこの画像が結構出回っているらしいんですけど、ライセンスに関わる、記事なのかな、ちょっと出どころはね、怪しいですが分かりませんけど、はい、こちらの内容を紹介していこうと思います。はい、まずはですね、一応英語で書かれているので翻訳しましょう。はい、翻訳するとこのような内容が書かれています。文章途中でちょっと区切られてるというか切れてるんで、ここまでしか分かんないんですけど、おそらくこれ3年前くらいの記事なんじゃないですかね。はい、まず内容を見ていくと、コナミとのグローバルパートナーシップを3年間延長することを発表しました。3年前の記事なので、今回発表されたわけではありません。で、内容を見ていくと、コナミはもともと2017年にオフィシャルパートナーとして参加していましたが、今回のバージョンアップで2022年の6月までパートナーシップとなりましたということで、2017年から契約が続いていて、この記事が発表されたおそらく3年前ぐらいに、3年のパートナーシップが延長されて2022年の6月までとなったんでしょう。はい、当時の様子なんかがここ書かれていて、PES 2020、ウィニングレブン2020で、エミレーツスタジアムなどの細部の再現だけじゃなくて、選手の 3D スキャンとか、動き、選手のスタイル、戦術的な能力を、模倣することができるようになった。そして、今回のパートナーシップの拡大によってトップチームの選手やクラブのレジェンドたちへのアクセス、収録できるようになった。そのようなことが書かれています。フェスリーグ2019のワールドファイナルのタイミングで発表されたっていう話です。はい、あとはインタビューっぽいコマーシャルディレクターの人のね、話が載ってるみたいです。はい、ということで、この記事、どこからちょっと出たのか分かりませんけど、一応パートナーとしては2022年の6月という風になっていて、eFootballが始まるのが春って言われてますからね、それから数ヶ月で終わってしまいますけど、3年前も延長してるんで、また延長する可能性もね残ってますし、この記事自体見て、アーセナルがなくなるという可能性もなくはないですけど、残る可能性も秘めてるかなとは思います。同様にユベントスなんかもね、このタイミングで切れるんじゃないかなっていう噂もありますし、これもね、何とも言えないですね。延長はユベントスどうかなって感じはしますね。セリアの今の現状を見ていると、ユベントスは FIFA に変える可能性はちょっと高くなってるんじゃないかなとは感じますが、ライセンス結構ね、今回、2022のタイミングで、持っていかれてるんでね、ちょっとその辺は厳しいかなとは思うんですけど、アーセナルに関しては、日本人選手が所属しているので、もしかすると、可能性、残る可能性は十分秘めてる。冨安選手もいますし、なでしこジャパンの岩渕選手とかもいるんで、その辺、日本の会社が、ゲットしに行くメリットなんかはあるんじゃないかなとは思ったりもしますけどね。はい、例えば、先日紹介したライセンスに関するお知らせで、中国リーグとの契約が終了したっていう話もしましたけど、このような感じで、2020が終わるタイミングで、インテルとミランがね、パートナーシップを終えましたよっていうお知らせなんかも来ていたので、こういうお知らせが来て初めて、アーセナルが終了したりユベントスの契約が終わったりとか、そういうのが分かるのかなという感じなので、アーセナルもユベントスもイフトが始まって、すぐのタイミングで契約は切れてしまいそうですけど、とりあえずこういうね、お知らせ待ちなのかなというところですね。過去のお知らせ、ドルトムントの時もそうですし、リバプールの時もそうですし、ミランとインテルの方もそうなんですけど、大体6月ぐらいにね、お知らせ来てたんで、来年6月ぐらいに、このようなお知らせが来れば、初めてそこで、契約が終了したということにはなりそうですけど、もしそれがないのであれば、延長したんだなっていうふうに思っていただくといいのかなと。はい、ということで今回はそのようなお話でした。こちらのチャンネルでは eFootball2022 についていろんな動画で紹介しているチャンネルです。今後は FIFA の方もちょっとやるかなというところなんで、その辺はまた別の動画でっていうところですね。はい、eFootball だったり、FIFA だったり、あと第3のサッカーゲームもね、いろいろ紹介していくんですけど、その辺サッカー芸にね、興味あるという方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。